さてこちらもですね、子どもの頃の習い事や部活動についての話題です。皆さんは何に打ち込みましたか。今も昔も子どもたちが熱狂するものはサッカーに野球、ピアノなど様々ありますが、今の時代だからこそ人気の部活や習い事があるんです。令和の子どもたちの放課後をもう一掘りします。もう一掘り。願いましては3478億4597万。小学校の習い事では令和の今もソロバンが根強い人気です。白石区のこちらのソロバン教室は10年前に開校しましたが、生徒は毎年10人ほど増え続けています。友達と一緒にソロバンをなんか競争したり、暗算したりするのが楽しいです。やった問題が全部あった時とか楽しいです。去年、学研教育総合研究所が調査した小学生の習い事ランキングではソロバンが第8位の 6.4%、 サッカー、フットサルの 6% よりも多いんです。デジタル化が進む現代でもソロバンが注目されるわけは、以前は本当に計算器具として実用的な役割で習っている子がいたんですけれども、今はもう計算器具というよりは能力開発器具としていろんな能力を上げるために価値が見直されて、また人気が出てきているのかなと思っています。小学校時代に珠算10段を取った中学生の永井さんもソロバンの効果を実感しています。勉強とかもすごい集中してできたりとか、ソロバン以外のことにも役立つなと思います。成績はどんな感じですか、学校の成績。まあ自分で言うのはあれなんですけど、一応学年1位とか取っててって感じです。十勝の目室町にある目室高校、今年6月に新たな部活が誕生したということで、学校近くの公民館に取材に行くと、YOASOBIの曲に乗せたキレキレダンス、目室高校ダンス部です。好きな K-POP アイドルがいて、なんかそんな人みたいにうまく踊りたいなって思って、もともとダンスが好きでダンス部で活動したいっていうなんか憧れがあって、じゃあ作っちゃおうよみたいな。部活の立ち上げのきっかけになったのは部長の加藤すばるさんら2年生の4人。去年秋から学校側にダンスへの熱い思いを訴え続け、今年正式な部活として認められました。今部活としてのダンスがブームになっています。道内でダンス部やダンス同好会がある高校はこの10年間で男女ともに増加。少子化でバスケ部などの運動部が減っているのとは対照的です。目室高校ダンス部では部員15人のうち経験者は4人ほどしかいません。自分はバスケやってました。僕は帰宅部で部活やってなかったです。なぜ高校からダンスを始める生徒が多いのか、顧問の小林先生はこう見ています。子どもたちにとってダンスが YouTube であったり TikTok などを手軽に見れるようになって身近になったこともありますし、中学校の、体育でもダンス必修化になってますし、とても身近なものがダンスなんじゃないかなと思います。ダンス部は高校生ダンスの大会に出場することを目標に奮闘中です。青春してるなって感じがして楽しいです。くー、
青春、うん、青い春かっこいいですねダンスね、羨ましい感じがしますけれどもねダンス、いやいや竹部さんなんかこう今の世代ならではって感じ見ててしますよね。そうですね、娘の小学校なんかを見てても同級生でダンスを習ってる子がいたりとか、うん、あと小学校のクラブ活動でもダンスがあったりして、はい、すごく身近になっているのはやっぱり YouTube とか TikTok の影響がすごく大きいなっていうのと、あとやっぱり K-POP のアイドルとかを見て可愛いかっこいいああいう風になりたいって憧れる気持ちもすごくわかるなというふうに思いますね。今男子もダンス部にいるんです ね、うん、ね部長さんが男性っていうこともあってね、娘さんはダンスはやってるんですか。一時期ちょっと習いに行ってましたね。あ、そうですか。やっぱり小学生からもう高校生大人まですごい幅広い方習ってました。お家とかでも踊ったり、うん、お家でも踊ってますね。お母さんも一緒に。お母さんは無理ですね。でもねほんいけないでも本当に部活っていうとね青春の大事な1ページを担う部分ですけれども、その部活最近は少子化の影響もあってですね、こういう形スタイルが出てきてるんですね。聞いたことあるでしょうか。あ、こちらもう一つ前のスライドに戻していただけますか。はい、こっちです。失礼いたしました。合同部活です。これどういうことかというと、複数校の生徒が一緒に部活を行う合同部活なんですね。じゃあこれ数どれくらいに今なっているかと言いますと、同教員の調べで札幌市を除くこれ全道なんですけど、中学校延べ680校で269の合同部活のチームを作っている。高校延べ190校で96の合同部活のチームを作っているということなんです。ちょっとこれ分かりづらいんですが、例えばこれ中学校延べ680校一つの学校で複数の部活、例えば野球も他の学校と合同でやります、サッカーも合同でやりますとなると、これ2校としてカウントをここ680個にこうしてますんで、ちょっと数字としては大きい数字になるんですが、まあ、いずれにしても269、96の合同チームが、まあ、今道内に、ね、存在しているということなんですが、その一例をちょっとこちらご覧いただきましょう。これ留萌地方の増毛中学校と小平中学校で作る吹奏楽部なんですね。去年部員がそれぞれ5名16名と減ってしまってバンドの編成ができないため合同部活を作ったということなんです。平日はそれぞれの学校で練習をして、休日はお互いの中学校に、まあ、スクールバスで行き来して練習している。これ地図ありますけども、留萌市をこう間に隔てて小平町と増毛町だいたい30キロくらい距離があるそうなんですが、スクールバスで、ね、移動しているっていう、ちょっと大変な気もしますけど、この練習がね、違う人と普段やらない人と練習することでいい刺激があって、全道大会にも見事出場したという結果も出ているそうなんですね。矢部さんどうですか、こういう活動。そうですね、中学生ぐらいになってくるといつも一緒に生活をしている同じ学校の生徒だけではなくて、違う学校の生徒と一緒にチームを組んで同じ目的に向かって頑張るっていうのは今後の人生においても貴重な経験になるんじゃないかと思います ね。だから、まあ、いろんな事情はこうあるにせよですね、まあ、生徒たちには部活ならではの青春をね、ぜひ味わってほしいなというふうに思います。